ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカブチョビットは始めていきたいと思います。今回は第3節佐世保ドッグス戦です。おお、ダントツですね、57%。昨年2位のチームですからね、クランカリラーズも。そんな簡単に負けるわけにはいかないというとこです。気をつけろ。パンチング起き上がれるか。勇気がクリア。まだ決定的なピンチではないですがね。さあ相手からボールを取らないと。そして取られないことが大事。さよ。代打。くるみ渡った。入った。そしてやりました。さすがエースストライカークルミ。予定何年もやっていません。10年勝負すると強制引退ルールを作るといいかもしれない。次のシリーズはいつになるんでしょうね。なかなかやっぱり女性選手が少ないから世代交代が難しい。なのでテンションが落ちたまま試合をしております。ほとんどの選手は。前半終了です。気にならないですけどね。というかもともとのやっぱり能力自体がこうまだまだ本当は上位クラスに挑んでないかよく戦っている方ではあります。
ツキが横飛び、ちょっと危なかった。出してしまった。ファルですね、このまちょっと危ないだろうね。夏木が落ち着いてキャッチ。おっと危ない、このカウンターが怖い。おー、綾香どこに行きまして、これがくるみ、こらえてしまったのか。選手交代ですね。結構みんなバテてきている。まあ守備でしょうね、この交代するのかな。かな、これで交代枠を使い切りました。いや、iPhone 12 mini にしたんですが、6S の時はなぜか録画が途中で切れてしまう問題があったんですが、今のところ12 mini はその問題が出てないですね。切れてしまって、しかも記録もされなかったっていう問題はあったんですが、さあ両方ともお互い疲れている。チャンス、綾香決まった、2点目、決定的です。下でフラダンス、いいぞいいぞ。2点差、ミオ、マドッカーが最後してなんと決めたのはディフェンダー綾香。全員サッカーです。これでもう安心して見てられるでしょう。勝ったな、ガハハ。ね、実際今取れてたらちょっと怖かったですけどね。さあもう一点欲しいな。マドカ相当疲れている。バーッと離れてしまった。これでおそらく試合終了ではないかと思われます。勝ちました。31分、そんなに危なげなとこがなかったですね。ここが危なかったかな。先制パンチはくるみ、さやのパスも見事、エースファイターしっかり決めてくれます。完全に隙を使いました。一度この前オフサイドをやってしまったんですよね。今回はうまくオフサイドにならないように。これですよ、窓かクロス、クロス、ダブルクロス攻撃。ミオが空いて、窓か今上がってますよね。ここぞっていう時に決めてくれます。あやか。ということで、2本しかシュート打てなかったんですが、その2本とも枠内で2本とも決めました。効率はいい攻撃だったんではないでしょうか。これで6位ですね。 8.4、 3連勝しているチームは 3チーム。1勝1敗1分けですね。現時点でトップと勝ち点5点差は痛いな。対象女子選手はいませんでした。
次回の戦いはエルドラド欧州ですね。こっちはなかなかの強敵が、本気はこそ10位ですけど、昨年は5位、ジャパンカップでも立ち塞がってました。ほぼフルメンバーでいかないと厳しいでしょうね。クラワーカリバーズ、佐世保ドッグスに2対0で快勝です。この勢いを次走の次回のエルドラド欧州にもつなげていきたいと思います。そういえば昨日の実況でですね、このパリティリットのですね、代表作といっていいダービースタディオン、ファミコン版の全国版をプレイしてます。よろしければそちらも見に行っていただければ幸いです。12月3日にはスイッチ版出ますしね、それに臨場させていただきました。カルチョビット青も引き続き楽しんでやっていきたいと思います。もう3年ぐらいになりましたんでね、スルメ系だと思います。というわけで、この動画は以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。僕ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。